百万石の大半の不思議。若き日は歌舞伎者や槍の股座と呼ばれた前田利家。後の豊臣政権においては五大老の一人として活躍した人物です。この利家が藩祖となった加賀藩は、利家の息子たち利長や利常の世代に百万石を超える大藩へとなりました。しかしながら加賀前田家の名は、不思議なことに江戸時代以降の歴史において大きく刻まれることはありませんでした。加賀百万石と評された前田家。ここでは江戸時代以降にたどった歴史を見ていきましょう。利家亡き後。前田利家の後を継いだ前田利長は、関ヶ原の戦いで徳川家康が率いる東軍へ味方しました。この政治的判断が功を奏し、加賀藩が成立したといえるのですが、石高の高さゆえでしょうか、幕府から警戒される存在となります。かつて家康が病床の利家を見舞った際に、利家が抜き身の太刀を布団の下に忍ばせていたというエピソードがありました。もちろん歴戦の強者利家と息子の利長の性格は違いますが、石高以外にもどこかでこの血筋を警戒していたのかもしれませんね。前田利長の死後に後を継いだのが前田利常です。利常は大阪冬の陣や夏の陣で大活躍し、褒章として四国全土を与えるとの打診がありました。讃岐、伊予、阿波、土佐を手中に収めるわけですから、ありがたい褒章と言えるでしょう。しかし利常はこの褒章を頑なに断っています。ただでさえその大きさで幕府から目をつけられている加賀藩。利常はこれ以上藩を大きくすることで幕府を刺激したくなかったのでしょう。実際に、お前を殺すように徳川秀忠に何度も提案したと家康を見舞った際に聞かされました。利常は前田家存続のためベストな判断をしたと言えるのではないでしょうか。ただ幕府に対して従順な態度を示し続ける前田家に対し、三代将軍徳川家光は前田征伐を計画します。寛永の危機と呼ばれる前田家の絶体絶命のピンチは、二代将軍徳川秀忠が死の床にあった際の前田家の行動が原因でした。金沢城の修理や船舶の購入などを行ったため、前田家を危険視していた幕府や家光の不況を買ったのです。このままではと利常は息子の前田光孝と共に江戸へ向かい、範囲がないことを示し、なんとか事なきを得ましたが、この一件を契機に利常は愚かな当主という仮面をかぶります。鼻毛をわざと伸ばしたり立ち小便したりするなどの奇行を演じ、幕府の警戒心を解くため苦心したのでした。姻戚関係を深める前田家。暗愚な当主を演じながらも、利常は将軍家と姻戚関係を深めていきました。もちろん目的は警戒されている前田家を存続させるためです。利常の妻は徳川秀忠の実の娘である玉姫ですし、歴代の藩主も御三家をはじめとする徳川一門と縁組をしていきました。徳川家と姻戚関係を深めることで幕府の警戒を解き、前田家の地位を保っていったのです。この前田家の財力を用いれば軍備の増強はたやすかったでしょう。しかし軍備に力を入れれば、いかに姻戚関係が深まったとはいえ、幕府の警戒レベルは上がったはずです。前田家は軍備ではなく百万石という財力を学問や芸術に向けました。五代藩主前田綱則は木下純庵や室九曹など有名な学者を招聘。藩校の明倫館を中心として学問に力を入れている藩として、その名を知らしめていきました。
また現在も金沢の名所である兼六園もこの時期に建てられました。有名な学者を呼び寄せたり豪華な建築物を建てたりすることは見方を変えると莫大な散財とも言えるでしょう。しかし散財とも言える行為は幕府の警戒心を解く行為でもあったのです。大半が蓄財に励めば疑惑の目で見ている幕府からは何かを企んでいると思われかねません。加賀藩の治世は日本一と称えられるほど領内の政治に力を入れたのも幕府の目を恐れていたためでしょう。万が一にも一揆などが起これば取り潰しの口実を与えてしまいますから、前田家の代々にわたる努力は報われ、五代将軍徳川綱吉の時には御三家に準ずる価格を与えられるほどに信頼を得たのでした。江戸時代の前田家はとにかく波風を立てぬように生きてきたと言えるでしょう。しかし日本に海外の船が来航し始めると事態は変わってきたのです。新しい時代の瞑想。加賀藩の領地の多くは日本海に接しており、そのため幕末期の藩主前田斉康は海軍の建設に力を入れます。梅鉢海軍という強大な海軍を有し、黒羽織島という革新派を登用して軍政改革に当たらせましたが、結果としてうまくはいきませんでした。加賀藩はもともと守旧派による従農政策が主体で、黒羽織島の改革は途中で頓挫してしまったのです。加えて斉康は尊王攘夷派を弾圧、藩内の若き有力な指導者を失う状況となりました。かつての一貫した統一性を失った加賀藩は、戊辰戦争開戦時には幕府側につきながらも、鳥羽伏見の戦い以降は新政府に恭順するというありさまです。明治維新後も100万石の領土は保ったのですから、最終的に新政府へ味方したことは良い選択だったと言えるでしょう。ただ維新の戦いで活躍することのなかった加賀藩は、新政府の重要なポジションにつくことはできませんでした。明治維新後の日本は諸外国を相手にする戦争へと突入していきます。前田家当主で陸軍大将にまで上り詰めたのが、前田本家15代当主の前田利次の家督を継いだ前田利成です。3位という優等成績を残し、陸軍士官学校を卒業した利成。この時の同期が後の内閣総理大臣東条英機でした。犬猿の仲というか反りが合わないと言うべきか、東条は世間知らずの殿様に何がわかると利成を蔑み、片や利成は頭が悪く先の見えない男と東条を評していたそうです。このような確執があったからでしょう。陸軍中将に進級するなど順調にキャリアを積んできた利成は、突然予備役に編入されてしまいました。この予備役編入の裏には、統制派のトップとして台頭しつつあった東条の力が働いたと言われています。第一線表舞台から姿を消した利成ですが、首相となった東条に対し、最小の器ではないと評し、日本が大きな戦争に突入することを危ぶんでいました。無論歴史の流れを止めることはできず、インドネシアのボルネオ守備軍司令官として天皇より信任されます。しかし任地に向かう途中で飛行機ごと消息を絶ち、後に墜落した飛行機とともに前田の遺体が発見されました。死後陸軍大将へと叙されました。旧加賀藩士らも参列する利成の葬儀で弔辞を読む東条英機。対立した利成への弔辞は、参列者が驚くほど悲しみの心を伝える内容でした。読み上げる途中で号泣する東条。互いにやり合った者同士しかわからない心情があったのかもしれません。
当主利成を失った前田家は、利成の長男である前田利達が継ぎました。利達は宮内省式部官を務め、綾宮文仁親王の翌頭の儀において名言の儀を執り行います。利達の子である前田利康もまた、利宮愛子内親王の翌頭の儀において名言の儀を執り行いました。この時共に執り行ったのが徳川宗家の当主徳川恒成。縁とは奇なもの。二人は利康が入社した日本郵船の同じ部で勤務していたのです。大半ゆえにあえて目立つことを避けてきた前田家。このことで歴史上の重要な場面で名を残すことができなかったのは確かでしょう。ただ目立たないことを選択したことが、前田家が現在に至るまで一度も取り潰されずに続いた理由ではないでしょうか。